はい、どうも柳田です。今回の動画はですね、有料ノートの売り上げの公開となります。僕はですね、10年間ぐらいずっと中古品の転売をやってきておりまして、もう皆さんご存知だとは思うんですけれども、こんな感じでですね、大量の商品を仕入れてきて、でヤフオクとかメルカリとか、ラクマ、アマゾンなんかで転売したりしています。でどうやって商品を仕入れてきてるかというと、古物市場とかブランドオークションを使って競りで商品を仕入れてきてるんですね。でおそらく日本でですね、この古物市場に関する情報を事細かくですね、もうルールからマナーから専門用語まで全部ですね、こうおっぴらにですね、公開していると、解説しているっていうのは、おそらく僕が日本で初めてなんじゃないかなと自負してるんですけれども、おかげさまでですね、たくさんの方にチャンネル登録していただき、動画を見ていただきですね、新しく古物市場にチャレンジするっていうような人がたくさん出てきています。そしてですね、合わせてこの古物市場のですね、攻略法、やり方、仕入れのやり方なんかについてを、まとめたものをですね、有料ノートで販売しているんですね。まあ、こんな感じで、あの古物市場攻略法っていうものを販売させていただいております。でスタート時はですね、3980円で販売しておりまして、その後ですね、59%になり、79%になり、今は9800円で販売させている、販売させていただいているんですけれども、たくさんの方に買っていただいておりまして、トータルするとですね、おそらくもう1000部を超えてるんじゃないかなと、1000部以上を、ご購入いただいているような感じになっております。で今回はですね、こちらの方の、売上をですね、公開していこうと思いますが、早速いきたいと思うんですけれども、累計で、まあ、トータルで615万円の売り上げになりました。皆さんありがとうございます。期間で言うとですね、だいたい4ヶ月とちょっと、2020年のですね、1月の末ぐらいから販売を始めて、で、まあ、ちょうどですね、タイミング的に言うとですね、YouTube のチャンネルが収益化をした後ですね、ぐらいのタイミングで、1月の末ぐらいから販売をスタートしまして、で、5月いっぱいですね、1月末から5月の売り上げで615万円の売り上げになったっていうことです。本当に皆さんありがとうございます。買っていただいた方ありがとうございます。で現在ではですね、この古物市場攻略法の、ノートの中にはですね、 LINE のオープンチャット、購入者限定のですね、まあ、特典として LINE のオープンチャットを用意しておりまして、でここにね、買った人は参加してもらって、でこの古物市場に関する情報のやり取りを、毎日頻繁にやってるような感じになってます。というのもですね、やっぱりこの古物市場、ブランドオークションの情報というのは結構閉ざされた世界になっていて、まあ、なんでかっていうとですね、やっぱりね、儲かるからなんですよね。仕入れが安くできるんですよ。もう毎回説明してるから皆さんお分かりいただけるかなとは思うんですけれども、仕入れがとにかく安いんですよ。だからあんまりね、公開したくないんですよ、みんな。うん。でもですね、まあもう時代的にも、そんなね、もう隠しても隠しきれないよと思ってるんですよ。で僕が発信しなくても誰かが発信するから、ならね、先にやっちゃおうということで、このですね、古物市場攻略法というものを販売しました。で基本的にはもうね、全て書いてます。ルールマナーからですね、まあ、専門用語もそうなんですけれども、古物市場の場所とかね、そこまで言及して書いてます。YouTube では話してないような内容のものも、書いてます。はい。これをですね、たくさん買っていただいて、売上ベースで言うと615万円で、先月、5月だけで言うと大体123万円ぐらいの売上があったっていうことですね。はい。で今回はですね、そうだな、先に僕はですね、現在この有料ノートの記事なんですけれども、有料のものをですね、全部で7本、販売しておりまして、この古物市場攻略法がまあ一番高い値段なんですけれども、まあ、それ以外にもですね、メルカリ攻略法とか、あと合わせてですね、ノートの攻略法とか、ブランド品の鑑定の方法なんかも販売しております。はい。そういった感じでですね、まあ、トータルで7本の有料記事の合計で、615万円あったっていうような、そんな感じになっておりますね。はい。で、このノートのポイントについて解説していきたいと思うんですけれども、有料ノートのね、ポイントは大きく分けて4つあるっていうふうに僕は考えております。まあ、もっとあるのかもしれないんですけども、あくまで僕が実際
際にやってみてですね、ノートを使ってみて、ノートを販売してみて感じたこと、こことこことここがポイントなんじゃないかなというふうに感じた部分なので、とりあえず4つにまとめてみたような感じですね。はい、では4ついきたいと思います。で、まず1つ目なんですけれども、それはですね、文章の形式がブログ形式になっているっていうことですね。ノートはですね、言ってしまえばですね、有料のブログなんですよ。で、ブログの記事をずらーっていうふうに書いた、その中のここから先は有料ですよっていうような、そんなですね仕組みになっています。なので記事がブログ形式なんですね。で、これがなんでいいかっていうと、やっぱり僕らはですね、ノートで記事を販売しようっていうふうに思った時に、文章はですね素人なわけですね。プロの作家さんとかライターじゃないわけなので、なんていうのか、正しさみたいなのを、求められても結構ね辛い部分があるわけですよ。この古物市場攻略法を、販売する際にですね、選択肢として電子書籍っていうものが正直あったんですけれども、やはりですね、書籍っていう風になってるとですね、どうしてもですね書物としてのレベルがちょっとね上がっちゃうんですね、ハードルが。なのでブログ形式であるっていうことが意外と重要で、整合性、文章のですね整合性が仮に取れてなかったとしても、まあ多少許されると。あと誤字脱字があったり間違いがあったとしても、まあ多少許してもらえるんじゃないかなと。読み物としてのハードルがねちょっとだけ下がるっていう、ここがまず一つ目のポイントだと僕は思っております。はい、で2つ目なんですけれども、修正が簡単なんですね。で、販売した後も修正ができるっていうことですね。はい、ブログ形式なので、ブログの中のここから先は有料ですよっていうような感じになってるわけであって、買ってくれた人はですね、お買い上げいただいた方はまたですねノートにアクセスすれば、そこを読めるっていうような感じになってるわけなんですね。ネット上でなんていうの、ネット上でつながってるものなので、後から修正しても買っていただいた方には反映されるっていうことなんですね。ということはどういうことかというと、例えばですね、その記事自体がまだ完成していない段階でも、販売することが可能っていうことです。はい、例えばですね、僕がですね最初3980円で販売していたように、記事自体のボリュームが少しであっても、低価格で販売してしまって、後からですね記事を継ぎ足していくことによって、ボリュームがこう増えてくると、そのタイミングで値上げして再度販売するっていうことが可能なわけですね。そういった理由があって僕はですね3キュッパから5キュッパなり、5キュッパから7キュッパになり、今9800円になってるっていうのは、まあそんな感じになってるわけですね。なので後から記事を追加修正できるっていうこと、はい、これがですね結構ポイントになってくるんじゃないかなというふうに考えております。これが2個目のポイントでした。はい、で、3つ目なんですけれども、売れた後にサポートが必要ないっていうことですね。はい、まあ、電子書籍の場合はですね、売れた後に別にその記事を送ったりとか郵送したりする手間は全くないんですけれども、これと同じでノートもですね、ブログ記事のここから先が見えるようになりますよっていうだけなので、基本的にですね何かを郵送したりメールを送信したりっていうような、そういう作業が一切不要っていうことですね。はい、これはですね日頃僕がですね中古品の転売をやってきた、10年間中古品の転売をやってきたっていう経験があるため、ヤフオクとかメルカリなんかはですね、アマゾンもそうなんですけども、商品を販売した後に梱包して発送するっていう手間がねすんごい大変なんですよ。で、これがですね結構ネックになってきていて、やっぱり人を雇わなければいけないし経費もかかってきちゃうので、このね売れた後に何もしなくていいっていうのはノートの本当にいいところではないかなというふうに思っております。他の選択肢としてですね、ココナラで販売するとか、ヤフオクで販売するとか、ストア化で販売するとか、インフォトップを使うとかいう選択肢がいろいろあったんですけれども、これらの販売の方法を使ってしまうとですね、やはりですね発送する手間、メールを送る手間とかですねサポートする手間がかかってくるわけですね。はい、そうするとですね、記事をですね1000件打ったら1000回分そのメールの送信の作業をしなければいけない、漏れがあったらトラブルにもなりますし、そういうね手間、あと人を使う経費、こういうものをですね一切削減できる、はい、これもですねノートの、ポイント、メリットじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ただ手数料かかっちゃうんですけどね、手数料の部分が結構大きいのはネックかなというふうには言えると思いますね。はい、これが3つ目のポイントでした。
はい。で、次は4つ目。4つ目のポイントなんですけれども、これはですね、アカウントが不要っていうことなんですね。購入者の人は、アカウントがなくても買うことができるんですよ。ノートのアカウントが不要っていうことですね。普通ですね、ヤフオクで買おうと思ったら、ヤフオクの ID が必要ですし、ココナラだったらココナラのアカウントが必要ですし、インフォトップもですね、アカウント登録しないと買えませんよね。Amazon の電子書籍だって、Amazon のアカウントがないと買えないし、Kindle のアプリをですね、ダウンロードしなければいけないんですね。でも、このノートはですね、購入者がノートのアカウントを持っていなくても買うことができちゃうんですよ。これはですね、非常に大きなメリットで、このですね、アカウントを新規登録してもらって、それから購入の手続きをしてもらうっていうのは、非常に難関なんですね。ハードルが高い。いいなと思ってもらってから、購入してもらうまでのハードルが非常にこうあるっていうことですね。ここがですね、一気に取っ払えるっていうのは、突破できるっていうのは、本当に大きなことなんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。というような感じで、これがですね、ノートの、メリット4ポイント、いい、なんか重要なポイント4ポイントだったんですけれども、他にもですね、非常に重要なポイントがいくつかあって、これはですね、今回は言い切れないので、後ほど、動画で解説するかもしれないんですけれども、一応ですね、僕はですね、ノート攻略法っていうのもノートで販売していますので、興味がある方はぜひそっちも見ていただきたいんですが、特にですね、YouTube なんかをやられている方はですね、ノートで記事を販売するっていうのはめっちゃいいですね。なぜならですね、ノートで販売する、この行為はですね、もう元になるお金1円もかかってないんですよ。0円から始められて、で在庫も持たないし、利益率も非常に高いと、もうほぼ 100%、手数料 15% ぐらいね、 10% から 15% ぐらい取られちゃうんですけれども、ほぼほぼが利益で残ると。これまさにですね、初心者が始めるべきビジネスの、3つの要素を全て網羅しているというふうに言えるわけですね。これはいつも言ってるんですけど、1つ目がですね、低資金で始められる、2つ目が粗利益が高い、3つ目が在庫を持たなくていいっていう、これですね。はい。なので、YouTube もそれに当たりますよね。なので、この YouTube と有料ノートっていうものの相性がですね、結構いいんですよ。あとは SNS ですね、Twitter との相性も結構いいと思っていて、少し前にですね、話題になったキメラゴン、中学生で、1000万円稼ぎましたみたいな、子なんですけれども、キメラゴンも Twitter 経由でノートを1000万円分販売したっていうのね、ことがね、話題になったと思うんですけれども、本当にやらない手はないわけですね。だから、このノートを、売っていくっていうことをまず軸に考えて、そこから情報発信していくっていうことを構築していくのが結構いいんじゃないかなと僕は思っております。やってみてそう思ったんですけど、だからそのノートの記事ありきで、この情報コンテンツ、YouTube で発信したりとか、 SNS、Twitter を使ったりとか、 Facebook を使ったりとか、インスタを使ったりっていうような感じで発信をしていくと。で、ここで最終的にノートで記事を販売するっていう、この流れをですね、一度ですね、お考えいただければなと。きっとですね、僕は、いつも思うんですけれども、あなたにとってはね、当然もう当たり前のような情報もですね、違う誰かにとってみれば、有料級のですね、情報だったりするわけですね。僕も古物市場の転売を10年間ぐらいずっとやってきていてですね、もうこれはね、普通に当たり前だと思ってたわけなんですよ。もう10年間当然のようにやってきたので、仕事としてね、なりわいとしてやってきたんですね。なので、古物市場に行けばですね、同じようなこの仕入れから転売っていうのをね、やってる業者さんも本当にね、たくさんいるわけですよ。もう今まで会ってきた古物商の人なんて、本当何十人何百人いるわけなんですけれども、そんな彼らでもですね、こうやってノートで発信してる人、YouTube で発信してる人、SNS を使って発信してる人っていうのは、本当にごくわずかだったわけなんですね。それぐらいね、もう当たり前のものだったわけですよ。なので、ぜひですね、あなたが持っているそのスキルとか経験とか知識とかを、当たり前のものと思わずに、その当たり前の情報は違う誰かにとっては有益なものなんだよ、だよっていうことですね、一度見直して、この有料ノートに取り掛かってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は以上にしたいと思います。はい。このチャンネルではですね、中古品の転売に関する情報を中心に発信しておりまして、ヤフオク、メルカリ、アマゾンのこととか、あと古物市場を使った仕入れ方について発信しています。たまにノートのこともちょっとやるんですけどね。はい。そんなことについてですね、コメント欄から質問を募集してますので、
ので、ぜひ気軽にですねコメントください。悩み相談受け付けております。よろしくお願いします。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。